皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。今日これ収録しているのが2023年1月の17日火曜日です。今ねやっと喋れるようになったんですけど、なんで喋れるようになったかというと、今日歯医者に行ってね、歯をね抜いてきました。ちょっと温存してたこう下の右側7番って、まあ奥歯、親知らずの一本手前のところ、それがね穴が開いてたようになったんですよ。で、爪紋が取れたっていうのが初めで、で、フィリピンのね、この歯医者に行くと大体、俺もう抜こうって。すぐ抜くって言うんですね。で、僕なんとなくね、それを温存しといて日本の歯医者に行けば、なんかまたこう歯を構築できるかなと思ってたんですよ。ところが、痛みが出てきて、今まで痛くなかったんですね。まあ、神経とか抜いてなかったんだけど痛みもなくって、で、何回か爪紋してごまかしてたんだけれども、ちょっと痛みが出てきたってこともあって。で、今日歯医者行ったっていうのがね、行く予定なかったんだけど、11月からね、移住してきてるりょうさんがなんか歯の被せ物が取れちゃったらどうしようって言うんで、でも歯医者そこにあるよって、じゃあ一緒に行くかって言うんで行ったんだけど、行った時ちょっと営業時間より早くて閉まってたんですけどね。もう一回引き返してきて、ちょっと時間潰して、歯をね、抜いちゃいました結局。で、抜いた歯を見たら、僕がこのね、この中が抜けてる歯をね、こう下で触ったら、結構周りのこう壁が、歯の壁がね、あると思ったんですよ。で、抜いた歯見たらね、2ミリぐらいしか歯茎から出てなかった。あ、これは抜くって言うよなと思ってね、抜きました。2回に分けてね、こうなってるの、こっち側抜いて、こっち側抜いてって言うんで、で、痛み止めもらって、抜歯の料金、1000ペソ、払っときました。りょうさんもね、かぶせもんきっちりできたということで、まあ結構クリーニングしたと思うんだけど、800ペソだって言ってたけど、まあ、ね、安いっちゃ安いのかな。今なんかマリアがね、カメラの後ろでなんか植物なんかいろいろやってるけど、まあいいか。それで、歯医者がね、まだ開いてないやつって、その後で時間潰すんでね、バイクのシート、この前動画で出しましたけど、なんかもう薄くなって擦り切れちゃって布みたいになって雨が染み込んでるシート、カバーね、張り替えてきました。ちょっと見てください。新しいシート。ツルツルじゃなくてね、ちょっと模様が入ってるのにしたんだけど、なかなかいい感じ。うん、いい感じ、いい感じ。ね、パオ。こんな感じで鮮やかな赤。いいでしょ、なんか表面がね、ツルツルじゃなくてちょっと模様ついてるようなのにして。まあ、濡れてるシートの場合ね、ツルツルのやつの方がサッと拭けば OK なんだけど、なんかああいう風に模様ついてるやつの方が耐候性があっていいかなと思って。ツルツルの黒とか赤とかのカバーだったらね、交換するの350ペソだったんだけど、こっちの方がいいよって言ったらね、そのシートカバー屋の親父がね、450ペソだって言ったから、まあ、これとこれ100ペソもそんな変わんねえだろうって言ってね、結局50ペソ値切って400ペソで都会でもらいました。もう3回です、これで。バイクのシートカバー変えたのね。なんかいたずらされたりとかでね、過去の2回はナイフで切られちゃったりとかで、まあ、気分よくね、これでケツが濡れずに雨の後でも乗ることができるなぁなんて思って、快適にね、乗ってきました。でね、尻が滑らないっていうのはいいんだけど、微妙にこうポジションを変えようと思うとき、ツルツルのシートだとずってこう滑らせられるんだけど、一回尻を浮かさないとポジション変えられないっていうのが難点といえば難点かな。まあでもね、大きいバイクみたいにこう半合して乗るようなバイクじゃないんで、まあ滑んないっていうのでいいのかなと。ツルツルのより耐候性もありそうだし、で何よりね、この前も言ってたけど、赤、鮮やかな赤のシートって言ったら、ショッピングモール行ってね、バイクが100台止まっててもすぐ見つけられるって言うんで、再び赤にしてしまいました。で、今ね、その、歯医者行って、その、抜いてきたって麻酔かけるじゃないですか。で、麻酔がね、今ね、歯医者出てからどのぐらい経ってんだろう。もう3時間ぐらい経つのかな。その間ずっと痺れてて、まあもちろん物食べられないし、こう、水飲もうとしたらね、ここら辺がちょっと締まりがなくなってて、ブッて飲んだらこれからダラーって垂れてくるっていうような感じで。まあ皆さんそのね、麻酔の後って経験あると思いますけど、やっと普通に
普通の状態に喋れるようになってきたところです。で、今日ね、もう一つなんですけれども、出してる動画にね、コメントいただいてて、そのことをね、ちょっと話したいなっていうので、どれだどれだ、これだ。いつの動画だったかな、これ。これで。あ、そうそう、そのバイクのシートカバーとか花が隣に出てるっていうんでね、まあシーマンの隣人とね、話したっていう動画の後でこれいただいたコメントで、なおなおさんからいただいたコメントね、ちょっとね、読んでいきます。マニラ空港の入り口で幼い子供を連れた奥様らしき女性と、これから海外に旅立つであろうご主人、かっこどちらもまだ若い、が、別れを惜しんで抱き合っている姿を見るたびに、なんだか心が病んだ記憶が蘇りました。心が痛んだ記憶が蘇りました。OFW やシーマンは、フィリピンにとっても、もちろん家族や親戚縁者にとっても、貴重な外貨を稼いでくれるありがたい人材なのでしょうが、本人たちにとっては後ろ髪を引かれる思いなのだと思います。ただこれを国家が推奨せざるを得ないところがあるうちは、フィリピンの明るい未来はなかなか見えてこないような気もしますね。彼らにとって海外というのは楽園ではなく、あくまでも生きるために仕事をしに行く場所です。いずれにしても地上の楽園だとか、可愛いお姉ちゃんだとかを夢見て海外に憧れることができる日本人は幸せなのかもしれませんね。っていうコメントいただきました。ですよね。僕最近楽園自分で作るのどうのって言ってるけれども、確かに余裕があるから言えることですよね。生きていくのに必死、食べるものを買うのに必死、家賃払えないどうしようっていう人が多い中で、ね、今の生活が物足りないから、楽園のような生活をしたいとかね、そういうふうに思うって、まあ僕らまだまだ日本人恵まれてますよね。そうなんですね。フィリピン人たちいろんなところに出稼ぎに行ってます。 OFW ってのは中東の方に行く人も多いし、いろんなね、資格を取ってアメリカに行く人も多いし、あとは日本にね、実習生なんかで行ってる方も多いし、もちろん水商売してる方も多いし、生きるためにね、みんな必死ですよね。だから、その日本人が今日本にいて、窮屈だ、やってらんない、ストレスがすごいっていう状況のところに、出稼ぎに行って、で、その日本に行ってるね、彼女たちにとっては、お金も稼げるし、安全だし、食べるものも美味しいし、まあ、はっきり言って、フィリピンに、その日本に出稼ぎに行く前のフィリピンに比べれば、楽園なのかもしれませんよね。なんてことをね、ちょっとこのコメントをいただいて、思ってしまいました。うちも、ね、幸せなパオがね、ワンワン吠えてるけど、パオ何に吠えてんだろう。ね、ナオナさんコメントありがとうございます。そうね、空港でね、別れを惜しんでる人たちって僕も何度も目にしたことがありますね。みんな頑張ってる。まあ、僕らも恵まれてるな、確かにね。でも贅沢を言っちゃうのが人間ですからね。自分の置かれてる状況でより良い暮らしを求める、楽園を作る。やっぱりね、みんな努力して楽園作れればいいですよね。ね、そのね、フィリピンのね、未来っていうのが、なんだろうな、この GDP が上がってるのなんのってね、言ってますけれども、やっぱり格差がものすごい国なんで、やっぱりその、低所得者の層がかなり厚い国なんでね、なかなか大変です。やっぱり外に目を向けるっていうのも、しばらくはしょうがないでしょうけどね。でもみんな頑張って生きてます。はい。今ね、しかめっ面してなんか植物とお話をしてるマリアなんかね、本当に幸せだと思いますけれど、今変な顔してこっち見てるけど。はい。こんなことね、いろいろ考えてる。まだちょっと歯が痛い今日でした。今日はこの辺で失礼します。あれ？顔がなんか加えてるけど、何やってんだろう。
マリアの植物作ったのかな。ね、はい、また今日この辺で失礼します。